日差しを浴びてまどろんで、時折風に揺れる葉の微かな音に目が覚める。いつもと同じ秋の日が穏やかすぎる。あまりにも一緒にコーヒー飲もうよと振り向けば音もなくカーテン揺れる。そうかも、君はいないのか。つけたエプロンもあれから壁にかけたまま、昨日と同じ時が行き、静かに夜が忍び寄る。記念日だからおしゃれして、たまには食事に出かけよう。声かける君の部屋、明かりも消えて。そうかも、君はいないのか。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。